路線図。オープンハウス駅 U3 の DT3 型車両ニュルンベルク地下鉄は、ドイツ・バイエルン州のニュルンベルク及び、フィルトを走行する地下鉄である。3両線が運行されている。U1 は、フィルト・ハルト・ホエヘからフィルト・フリードリヒ・アレクサンダー、大学病院フィルト中央駅、ニュルンベルク中央駅などを経てランクバサー南駅まで通じる。なお、フィルトから、 ニュルンベルクの地上線はドイツで最初にルートビヒ鉄道が開通した区間である。U2 は郊外のローテンバッハからニュルンベルク中央駅を経てニュルンベルク空港まで通じる。U3 はグスタフ・アドルフ・シトラーセから U2 との共用区間を経てノルトベストリングへ至る。ニュルンベルク地下鉄は1967年に建設着工が決定された。 1> u 一線は1972年に部分開通、1973年に全区間開通した。u 通線は1984年に部分開通、以降は徐々に延伸され、1999年に空港まで開通した。u 三線は2008年から2017年にかけて順次開通した。ありがとうございます。